こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、僕らもともとコンビなんですけど、なんかさっき相方が、なんか人ん家の壁に落書きをするとか言って逃げちゃったんですよ。だから、もともと二人でやるはずだったネタを一人でやらせていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。すいません。ありがとうございます。どうもー、どうもー。人違いだったらごめんなさい。大和里奈さんですよね。あ、違います。あの乃木坂で唯一卒業じゃなくて契約解除になった人じゃないです。江角真紀子と誇るで純真サテライトです。よろしくお願いします。ね、いやーさ、やっぱり青春の日の思い出といえば筆でここら辺をこちょ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 されることだよね。なんかひどく匂いがしそうな青春だね。こち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 、やめろよお前、やめろよ、はい、こち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 、やめろよお前、やめろよ。硬質、硬質、え、なんかごめん、勝手に毛質だと思ってたわ。てか硬質って鉛筆だよな。ここら辺もう真っ黒になってんだけど。コモドドラゴン捕食タイム。はい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 。私はコモドドラゴンと漫才をしているのか。人間と漫才させてくれよ。わけコモドドラゴンです。ドラえもんの言い方してもダメ。いやでもさ、可愛い子に筆こちょこちょされるとめちゃくちゃ興奮するよね。あー、そんなもんなの。クチ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 、やめろよお前、やめろよお前、クチ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 、やめろよやめろよお前。三重県、三重県、まあ確かにちょっと長いけどね。地理と迷ったんだけどね。あ、あの国の地理ね。まあ確かにちょっとかなりあれ長いもんね。ていうかさ、三重県民に謝れよ。マリノ様、申し訳ございません。いやもうほんとちょっとあの説明すんのめんどくさいんで、はい、あの分かる人だけ笑ってください。ワンズフェンシングタイム。愛を語るより口づけを交わそう。もっと強く君を抱きしめたなら、もう他に探すものはない。振り向いて抱きしめて二度と離さないで。世界が終わるまでは寂しさは秋の色。はい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 、はい、負けてんじゃねえか。すいません、マリノ様。マリノ様じゃねえよ、マキコ様だろ。てかさ、世界中の誰よりきっとはどうしたんだよ。あれはワンズ&中山美穂です。それにしてもさ、その筆こちょこちょから恋愛に発展することもあるよね。あ、結婚式で絶対に言えない馴れ初めだな。くち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 、やめろよやめろよお前、はい、くち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 、やめろよやめろよお前。ちっちゃい毒蛇、ちっちゃい毒蛇、やめて、もう死ぬからね。てか毒蛇返してきなさい本当にね。秋元真夏とデートタイム。いや、まさか真夏さんとカラオケに来れるなんて思わなかったよ。ほこるくんの歌楽しみにしてるわ。それでは真夏さんのために歌います。フジファブリックで若者のすべて。名曲よね。真夏のピークが去った。誰が売れ残りよ。真夏さん、僕が幸せにするよ。リンゴン、僕たち結婚します。馴れ初めは筆こちょこちょです。いや嘘つけ。どうもありがとうございました。